モガミもが、4時起きで元気に遊ぶマナ娘に突っ込み、早起きすぎるんや。16日、タレントのモガミもがが、自身の公式や名場ブログを更新、早起きすぎる長女にまつわるエピソードを綴った。朝から元気だな。早起きすぎるんや、と長女への突っ込みで始まったモガミのブログ、遊びたくて。 ギャンギャンに泣くので、6時くらいにリビングに移動したら、泣き止んだとのこと。朝から元気だな、と感じたという。私、めっちゃ頑張ってるな。最近、掴めるものがあれば、何でも掴んで歩いている、という最上のまな娘。こういう時は、子供一人につき大人三人必要と言われる育児をやってて、私めっちゃ頑張ってるな、偉い、と思うようにしている。 できればもう一人私がいたらいいのにな。負担は減るし、もっと心に余裕を持って接することができるのに、教育時に対する心境を話した。この動画の詳細は概要欄の記事からチェックしてね。ご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。